当たり前にあった世界が壊れそうな今、誰のせいでしょうか。僕は考えていた悲しいニュースにめまいさえして、でも明日を見失っちゃダメだ。キャリオこれ以上の涙はいらない。もう一度手をつないで歩こう。君を待てよ、歌うだよ、他人のことのよ、目をかぶってる君にも誰かのせいにすれば僕らは救われる。きっと生きなくちゃダメだ。キャリオステアライン、誰か守る使命持って生まれた。気づいた時にはすでに僕の手離れて手遅れなんてことにならないように。僕は君を追いたいくらい抱き寄せて、おお嵐が去って晴れたらもう一度手をつないで歩こう。庄司です。歌い人です。よろしくお願いしま す。はい、ありがとうございます。ということでね、歌い人のステージですけども、一気にクリスマス感すごいねこの歌い人のねステージ感一気にすごくない。そう、ね、サンタさんもいるし、トナカイもいるし、雪もいるしすごいいいですね。どうですか、その着てみて。着てみて、あったかい、あの、わかんないです、あの2人が着るからかわかんないんですけど、マスコット感すごくないですか。かわいい。そしてはるかちゃんは逆に寒そうですね。寒いです、すごい寒い。ミニスカサンタですか。あ、これあれですか、こうかぶったらうさぎです。うさぎになるということで、かぶっちゃった、かぶって、あ、ほら、うさぎ。マスコット感すごいね、まだね、マスコット感。かいくんと
カイ君もでもサンタ。いや、微妙よね。今サンタね。ここまでなんかガチなあれさ。そう、なんか、ね、なんかあれですよね。クリスマスっぽい感じで歌えると衣装しましょうみたいな感じで打ち合わせをして、すごいね。ガッツリ。ガッツリ、すごいね。トナカイ2匹。すごい、トナカイ。2匹で今日、何をあれですか、ソリをあれですか、運ぶんですか、こうやって。いや、運ばないです。運ばない、はい、すいませんでした。さっき、サナ君がサイカーの首に紐、紐つけて、なんか、ソリしてみたいな。あ、ちゃんとあれしてたの、トナカイになってたんだ。トナカイになってた。トナカイにさせられようとされてた。日本語合ってるかもわからない。させられようとされてたということで、ね、歌えるところ、今日クリスマスライブということでね、あの新たな曲をちょっとね、あの練習してきたんですけども、どうしようかな。俺、みんな歌うなら歌おうかな。どういうこと？あ、ごめんなさい。曲名にちょっとかけてみたい。ああ、歌うなら、ね、これ歌うなら歌みんな歌うなら歌おうかな。キャスト。あ、わかりました。あ、そうです。はい。じゃあダチョウ倶楽部さんのやつやろうかなと思って、ちょっと、はい、ちょっとやってみたいんですけども。はい、すいませんでした。ソリ滑りすぎだね。ごめんなさい。めちゃくちゃ滑ってる。すいませんね。俺一人で喋りすぎ。喋り足りないことないですか？喋りたいことありますか？なんで僕のこと見るの？そんな喋りたがりじゃないから。喋りたいな。別に。そんな感じじゃないよ。だって僕、なんかもう、衣装的にちょっと嫌だもん。あ、そう、出したくない。そう、確かにね。ここからドンってきてるもんね。ドンってきてる。サイドの弱さね。確かに。めちゃくちゃ弱い。なんかちょっと控えめに行こうかな。じゃあ、曲振りをじゃあ、やりたい人。じゃあ、リーダー。はい。行きましょう。それでは、聴いてください。光るなら。
ました。ありがとうございました。